はい、どうも皆さん、こんにちは。トリマーのジャワです。今回もプードルさんのカットをやっていきたいと思います。今回は、マッシュルームカットですね。やっていきたいと思います。そうだな。今回何にしようかな。ね、なんか前回まで布袋のとかなんかいろいろつけてたんですけど、何がいいかな。ちょっと今何も考えずに回し始めちゃったな。まあ、とりあえず切っていきましょうか。目頭切って、まあ、マッシュルームなので、耳の前を、まあ、はっきり切らずに、なんていうのかな、いつも切ってる輪郭の、下側だけをこう作っていくような、感じかなと思うんですが、ちょっとテーマ、なんか、ちょっと思いつくか考えながらやっていきます。よいしょ。で、この子ちょっと頭高くしてくださいというふうに、言われているので、まあ、ちょっとね、もともと高めに、なっているんですが、さすがにちょっと体がね、短いカットをしているので、あまり高すぎると、顔が大きくなりすぎちゃって、変なので、ちょっと今回、よいしょ、高さもね、少し落とそうかなと思っております。思います。で、マッシュなので、低くなりすぎるとね、今度横幅が広くなりすぎちゃうとかね、そういうのもあるので、耳とほっぺを分けの、口先から輪郭ができるとして、まあ、これぐらいのところで顔の輪郭ができるでしょうと。下半分ぐらいを、取ります。で、僕は最初はこの正面から見た、ところだけ先に取り、で、左右を合わせて、取り、で、正面の、ほっぺの位置をある程度取れたら、今度こう前に出し、前にというかちょっと高すと、なんていうの、出してあげて、なんていうのかな、上の方向というのかな、出してあげて、で、今のこの、ここの角張ったところを、丸く、なじませていくと。こんな感じですかね。はい。と、まあ、こんな感じで、出ますよ、という感じでございます。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方、お願いします。が、メンバーシップの方もあるので、よかったらそちらの方で限定の配信の方も、チェックしてみてください。それでは、また次回違う動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。ちょっとここ長いね。よいしょ。はい、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。